アイウェイスタープレゼンツポッドキャストバーサストーク,ートークということで、えー、スイレンボーカル水のバーサストークリニューアル第一回目のゲストにナノライプキミコさんにお越しいただきましたよろしくお願いしますはいナノライプボーカルギターキミコですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします10月に、はい、ニューアルバム不眠症の猫と夜をはいリリースされたばかりということで,でちょっとアルバムのお話も聞かせて、はいいただきたいなとぜひぜひ 思うんですけれども、まず収録曲についてなんですけれども、ソア、高校野のテーマソング、そうですそうです。あの作ってる時って、あの冒頭って、ちょっとこうエフェクティブな声になってるじゃないですか。あれってどどうなんですよその最初からそういう想定なのか。あれは順が打ち込んできた時からあそこになんかメロが乗ってるなと、ここ何を乗せろって言うんだろうっていう新鮮メロが入ってて。はいはいはい。 あの歌詞を載せて仮歌を取ったらンがああして返してきたのでああなるほどと思ってじゃあジュンさんの頭の中でも最初からああいう想定で作られてるってことなんですね、うん、多分そうだったんだと思いますそしてリード曲のトリックスター、うんはい、ライブでも聞かせていただきましたけど、はいうん、そうですね、はい、でも印象的なねあのフレーズというかがあったりとかしてなんかこう踊りたくなっちゃうような楽曲ですけれどもうん、うんはい、今回もとびきりポップに振り切って「 ライブでも外せないぐらいのポップで明るい楽曲を作ろうっていうところから作り始めました。 なるほどでやっぱライブでめちゃめちゃ盛り上がってましたもんねそうですねあの日初披露だったけどそれでもすごいみんな元気いっぱいだったからそう,そうでしたね <laughs> 全然盛り上がってましたもんねでも覚えやすいし一発で覚えましたもんね確かにあの口ずさんにそうそう耳に残って離れないってい言われ離れないそうなんですよ俺もだから今日そこら辺で、ね、自然に言っててあっ そうなんですよ。